今回の動画は、第3章、冥界異変編の前哨ストーリー、パート、ファイナルです。動画の最後に第3章の新オープニングがありますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。それでは新章の開幕です。よし、着いたんだぜ。あんまり日は経ってないけど、私たちはここで多くの戦いを繰り広げたのね。ああ、ほとんどが私たちより格上の連中がいた中、戦ったんだ。まさかその中でウプ主が優勝するなんて夢にも思わなかったわ。確かにな、でもウプ主は私たちの気持ちに応えてくれたんだ。そうね。それでここに呼び出してどうしたの？まさか愛の子。この遺跡を詳しく調べてみたってな。だと思ったわよ。私は大会ではここで敗退したから遺跡の中に入ったことがないんだよな。だから、遺跡の中、霊夢やウプ主が戦ったこの遺跡を詳しく調べてみようと思ったんだ。マリサは遺跡とかアンティークなものが好きなのは知ってるけど。だって幻想郷にこんな大きい遺跡ができたんだぜ。そりゃ冒険したくなるだろ。わかった、わかったから、一緒に行くわよ。さすがアリス、愛してるんだぜ。愛？よし、それじゃあレッツゴー。まさか、マリサから愛してるって言われるなんて。ああ、どんどん遺跡増えないかなアリス。どうしたの？そんな慌てた顔して。なんで今頃になって入ってきたんだ。そんなに間を空けなかったんだけど。何を言ってるんだぜ。私が入ってずっと入ってくるな。って言ってただろ。私はマリサが入ってすぐに入ったのよ。それに、マリサの声も聞いてないわよ。マリサ。ここは想像以上にヤバいところだ。証拠に入り口がなくなってる。嘘？確か、霊夢が言ってたな。この遺跡は異様な感じだった。って。それにアリスのことも踏まえると。ここは外の世界と隔離されている。もしくは別次元の可能性がある。確かにマリサが入って、私が遺跡に入った時間の認識が違うっていうのも気になるわね。アリス、ここから先は出口があるかわからない。それでも進むか。そうね、本来ならおとなしく待っているのが一番でしょうけど。こんな異常な出来事が起きる遺跡で待っていても仕方ないわよね。進みましょう、ウプ主が行った最奥の部屋まで。そうだな、霊夢とウプ主が行けたんだ。私たちも行けるよな。そうよ、それに宝力があった場所まで行けば何か見つかるかもしれないしね。よし、それじゃあ、先に進もうか。そうしましょう。ここは、私の部屋。そっか、ろ過に負けちゃったんだ。私。本当に弱いな、私、昔から変わらない。月下お姉ちゃんみたいな飛び抜けた才能もない。ろ過のように一回やれば何でも習得する応用力もない。そして、双子の桜花も無限霊力、という式一族最大の能力が備わっている。それに引き換え、私は何もない。他の三人みたいに何かに特化した力もない。私は、ただ、守りたい、ただそれだけなのに。今はその役目すら意味がなくなってきている。それはそうよね、守るべき人が私以上の力を手に入れたんだから。このままだと、私。あんまり自分を責めるもんじゃないわよ、せっか。あなただって私たちにはない力が備わってると私は思うわよ。月下お姉ちゃん。私さっき桜花に頼まれたの、実家でもう一度桜花と月下を鍛え直してほしいって。桜花が、私も光を通じてあなたとろ過の勝負を見ていたけど。やっぱり見てたんだね。可愛い妹たちがどこまで強くなったか姉としては気になるじゃない。それで、見た感想は。さすがはろ過ちゃんね、鍛錬をサボっているくせに私やお父さんが教えようとしていたことをすでに習得していた。そうなの。私たち式家の能力名を知っているかしら。どうしたのいきなり。季節だけど。そう、つまり、桜花や石花は一つの力にこだわりすぎて、本来の能力を発揮できていないのよ。だから石花なら氷とは別の、冬に関する能力、をいつか身につける必要があったのよ。そう、なんだ。だから今はいい機会かもしれない。それは桜花ちゃんも考えていたんじゃないかしら。あの子、無限霊力、を持っているけど、それ以外は全然だったから。ふふ、そうだね。確かに桜花は運動神経が悪くて、学校のテストもいつも赤点ギリギリで。そう、みんないろんな悩みを抱えている。だから石花ちゃんも、私はダメだ、なんて考えちゃダメだよ。うん。今日は夜遅いから明日、一緒に家に帰るわよ。うん。それじゃあおやすみなさい。待って、お姉ちゃん。その、ありがとう。ふふ、これでもあなたたちのお姉ちゃんだからね。可愛い妹が悩んでたら手助けしてあげたいのよ。ふふ、明日からお世話になります。こちらこそ。ほら、桜花、こんなところで寝てたら風邪ひくわよ。桜花、いたの？寝たふりしてたのバレちゃった。大丈夫、石花は気づいてなかったわよ。そっか、それじゃあ今から起きたふりするね。大丈夫よ、久しぶりにおんぶしてあげる。よいしょ。それじゃあおやすみ、石花。おやすみ。
そうそう、一つ言い忘れてたわ。パトも明日から霊夢さんと陽夢さんで白霊神社で修行を始めるみたいよ。パトが。ふふ、負けられないわね、せっか。うん。そっか、みんな次の目標に向けて動き出したんだね。よーし、私も頑張るぞー。ご主人、大会が終わってからずっと能力の修行をしてますね。うん、僕の能力は何でもできるけど、できるための条件が厳しいからね。はい、法則を操る能力は確かに何でもできる能力ですが、それは法則を完全に理解、習得した場合に限ります。うん、だから僕はとりあえずこのネオ能力発動なしで発動できるようにはできたんだけど、まあ、それだけしかまだ何にもできてないんだよね。少しずつですよご主人、焦っても仕方ありません。しっかり身につけていきましょう。そうだね、明日からは霊夢と陽夢の3人で修行を行う。今より実践的な修行ができるから、このチャンス、無駄にはしないよ。そうですね、霊夢さんも陽夢さんも強い力を持った人たちです。いっぱい勉強しましょう。うん、せっかく桜花も月下霊の元で修行に行くから、僕も負けてられないね。マリサさんとアリスさんも今頃どこかで鍛錬をしているに違いありませんよ。よし、それじゃあ僕たちも次のステージへ向けて進もう。はい、どこまでもお供しますよ、ご主人。よし、さあ、行こう。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひぜひ見ていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。